つまり本当の主体は反転した3人いますよということ。で、反転した空間がここにあるんだけど、みんなそれに気づいていないのです。反転しようぜって言ってるわけだから、ノスからヌースに反転しようぜって言ってるわけだから、くるっと背を向けてこっちに入っていけばいいじゃない。はい、じゃあ行きますよ。はい、行きましょう。はい、笑って笑って、はい、はい。ここに同時に見えない円がもう一つあるんだよということを言ってる。2つあるのに1つしか見れてない。そう、偏ってるんだよ、すごく。中心は円周でもあり、逆に円周はその時は中心でもあるよという、その逆 の、 その自分が動いてなくて周りが動いてるっていうのの関係とも一緒。両方あって初めて円だと、その通り。バラバラ。正気じゃないんですよ、人間っていうのは今。そうそう、それで円ができてるね。ってことは僕が周りになる、今まず人間がさ、それは確執の解体っていうやつ。逆がある。逆もある、うん。そこに無意識が眠ってるんだよ。うん、それが反転。